10月21日、松山市三津埠頭の松山市公設水産地方卸売市場で、第29回魚供養祭りが行われました。魚供養祭りとは、水産市場の取り扱う魚介類に感謝の気持ちを表し、水産市場と関係業界の発展を祈願することを目的としています。この日は、およそ100名の関係者が集まり、神事を行いました。また、水産市場関係者の挨拶も行われました。今回の魚供養祭りの目的を聞かせてください。これは水産市場の、日頃の取り扱う魚介類に対して、感謝の気持ちを、表すという意味でやらさせていただいております。今回この10月下旬に供養祭りの方が行われたんですけれども、この時期で開催される理由についてお聞きしたいと思います。この時期はお祭りがよく行われていると思うんですけども、その時期に合わせて神様が、いらっしゃるということで、それで、この時期にやらさせていただいているわけです。神事の後、魚介類を海に放ち、海の恵みに感謝しました。水産市場関係者の方々の清々しい顔が印象に残りました。